マリアンヌ・ジャンイコール・バプティストは、イギリス・ロンドン出身の女優、作曲家。1996年に公開された、コメディドラマ映画、秘密と嘘に出演したことで知られており、アカデミー女演女優賞、ゴールデングローブ賞、バフタ賞の同部門にノミネートされるなど、高い評価を受けた。また、バプティストは、2002年から2009年まで、テレビシリーズ、 FBI 失踪者を追えのビビアン・ジョンソン役で知られており、その後、ブラインドスポットタトゥーの女や、ホームカミングなどのテレビ番組に出演している。アンティグア島出身の母とセントルシア出身の父の間に、ロンドンで生まれ、テッカムで育ち、ストリートセービア、S& ストリートオーロブ、S、セッキンデリースクールに通った。ロンドンの王立演劇学校で学び、 ロイヤルナショナルシアターの舞台に立っていた。劇団、チーク・バイ・ジョールで演じたウィリアム・シェイクスピアの、尺にはサしを、の演技で、1994年のイアン・チャールソン賞に、ノミネートされた。ジャンイコールバプティストは、マイク・リー監督の社会派ドラマ、秘密と嘘で、国際的な評価を得て、ゴールデングローブ賞とアカデミー女演女優賞に、ノミネートされ、アカデミー賞に、 ノミネートされた初のアフリカ系イギリス人女優、そして J. デビッドソンに続いてノミネートされた二人目のアフリカ系英国人となった。マイクリー監督とは、It's A Great Big Shame の舞台で出会っていた。彼女は映画業界の人種差別を非難し、ちょっとした論争を巻き起こした。彼女は一流の俳優たちがカンヌ国際映画祭に招待されているが、 成功しているにもかかわらず、自分は、招待されていないと指摘した。作家であり、作曲家でもある、ジャン・イコール・バプティストは、ブルース・ソングのアルバムを録音し、1997年のリー監督の映画、キャリア・ガールズでは音楽を担当している。1999年には、ピーター・ブルックが、パリで上演したフランス語版、ザ・スーツに出演している。この作品は、 キャンティーンバの短編小説を元にしたバーニー・サイモンとモートビー・マトロッツィによる一幕物の劇である。また、ザ・マーダー・オブ、スティーブン・ローレンスのドリーン・ローレンス役でも高い評価を受けている。仕事の都合でアメリカに移住し、夫と二人の娘と一緒にロサンゼルスに住んでいる。アメリカなまりに磨きをかけ、アメリカのテレビシリーズ、FBI 失踪者を恩に FBI 捜査官。 ビビアン・ジョンソン役で出演した。最近では、テイカーズ、シークレッツ・イン・ザ・ウォルス、ハリーズ・ローラ通り法律事務所などの映画や、テレビドラマに出演している。ロボコップでは、デトロイト警察署長のカレン・ディーンを演じた。ジェームズ・ボールド・ウィンの儀曲、ザ・アーメン・コーナーを、ルーファス・ノリスが演出した2013年の、ロイヤル・ナショナル・シアターの公演では、その舞台演技が高く評価された。 アンジェラ・バセットの友人として、ジャン・イ・コール・バプティストは、ウィメンズ・イメージ・ネットワーク・アワーズに出席し、バセットの代わりに賞を受け取り、2013年の映画、ベティ・アンド・クオレタで受賞したバセットのために、素的な受賞スピーチを読んだ。1997年、ジャン・イ・コール・バプティストは、バレエダンサーであるエヴァン・ウィリアムズと結婚した。二人の間には二人の娘がおり、現在は、 カリフォルニア州ロサンゼルスに在住している。ありがとうございます。